うわ、俺の顔のアップから始まるとか、なかなかいい。お、あ、ダルビッシュやー、止まってるやー。せっかくいいとこやったのに、でもって言われたのに、もうほんまにランケーブル、ランケーブル、うるさいわ。遅くなってごめんね。え、ありがとう。あ、声が戻ってるわ。薬持ってきてくれたんだ。立てるか。え、なんかあなたの声、あれ、レイスはどこ。なんかあなたの声もなんか変になってるわよ。君を心配してた、最後までね。え、なんかあなたの声、あなたの声なんか、あれ、なんか、リス、急ごう、時間がない。こいつらを取り除く。うん、分かったわ。ルイスのためにも、そうね。行きましょう。あれ？ブンブン、ブンブン。エイラ、情報が欲しい。犠牲体を除去できる施設について何か知らないか？重要な施設は全て山頂の教団本部に集まってるわ。あるとすればそこね。おお、さすがだな、エイド。なんか変な声ね、あなた。高エドは一つかしね。はい、ロー確認。チャプター14。はい、ロー確認。放射線照射装置についてのメールの写し。定期ヘルスチェックの結果、研究主任、ふんふん氏の、アギギュン氏ではないですね。ふんふん氏の体内に、プラグの規制が判明、実験中の何らかの事故によるものと考えられる、ルイス、ワインセラーみたいな名前のルイスセラー。研究員指導のもと、試験段階にあった放射線照射装置でのプラグの除去が試みられた。ああ、なるほど。あ、今イーダーが送ってくれたってこと、うん、施術開始16分後、ふんふん氏が激しいショック症状を示し、やむなく照射を中断。直後、死亡確認。この装置は乱暴に行ってしまえば、原理は、がん治療等に用いられるリニアック装置と同様、タイガーからプラーガを焼き殺す対象の苦痛は著しく、今回のように死に至るショック症状として現れる可能性も十分考えられる。なお、死後の解剖により、プラーガの除去そのものには成功していたことが確認された。以上の結果を鑑みるに、この装置には改良が必須であり、試験運用の段階を超えるものではないと判断される。参考資料として、本報告書に放射線照射装置のマニュアルを添付する。おお、なかなか言えたんじゃん、今回。放射線照射装置。なあ、結構早口言葉的だね。放射線照射装置、放射線照射装置、放射線照射装置、よし、完璧。にほら、もう息上がってる。ほら、もう、がっかり見て、ほら、みたいな。言うてなかったわ、みたいな。山頂を目指す。よーし、行こうぜ。アシュリー。なんか顔変じゃない？お、何その言うの？ステップ。ステップ。さあ、シャルウィダンス？ステップ。シャルウィダンス？よし、行こう。よし。えブロックパス？このところにまさかの、まさかのブラックパスが。それマジか。取んの？それ持っていくの？マジか。もうランケーブルが接続されてないことは無視しましょうね、もう。もうかま、お、水晶の原石。思うだよ。囚われた研究者の初期。初期初期。初期。囚われた研究者の、初期。僕はあなたが初期。照射装置。何の前触れもなく、何の前触れもなく、俺たちが歓迎すると、一人ずつ臨死前に連れて行かれ、何かされている。うんなことや、ほわーんなことをされている。さっき、同僚のアナ。アナ！見るか？実は、おそらく俺、え、どういう意味？あ、次、あ、実はじゃない。実はそれ。さっき同僚のアナウィル。実はおそらく俺って。考えろ！頭を整理するんだ！考えろ！考えなきゃいけない。いや、とんでもない、とんでもない間違いを起こしてしまった。とんでもないね。いや、びっくりしたね。実はおそらく俺。考えろ！頭を整理しろ！プラグに感染したやつらは全員、
教主、サドラーの言いなりになる。メジレルも文字通り死ぬまで働く。嬉しそうに薄ら笑いまで浮かべて。反面、知能が水並みに低下するから、頭脳労働をさせたい場合には使えなかった。なるほど。でも、新しいプラーが、上位種の開発に俺たちが成功した。上位種には特別な変異能力はないが、感染後も全く知能が低下しない利点がある。これを量産して、例の誘拐作戦でターゲットの娘に投与する。予定らしい。感染後も知性を保つことが重要だからだ。テストはすべて成功。量産の目処だった。プレイブとは至って順調。そして俺たちは歓迎された。隣の臨室で俺に上位種を投与する準備が進んでいる。アナベルは別人になった。あの顔、あの幸せの顔、何か書いてないと狂いそうだ。読むやつなんかいないのに、ということですね。いやー、アポトキシン4689がね、投与されるわけですよね。で、小さくなって、ね。じゃあ、アシュリーは普通の知能はあるけど、中に入ってる。もうでも、だからあれやんか。結成聞いてるやん。結成で中のプラーガを結成って言ってね。ドドンって、お、わーお。よし。面白いこともたくさん言ってるので、録画ができてるかどうかをチェックしましょうね。できてるね。よし。あ、ここ登れる。あ、これあるやんか。え、あいつらもおらんよな。あいつらおらん。ねえ。持ち上げて。いやいやいや、ちょっと待ってよ。いかんでいいんか、ほんまに。大丈夫か？これ何？あ、ハイデンレバーか。よし、わかった。じゃあ。お、すごい、見てこの立ち方。いけるか？いけるか？髪の毛ばっか気にしてる状態で。お、言ってるぞ。じゃあ、いけるか？どこか、置けてくれ。関西弁ですらなくなったもんな、レオン。プラーガの影響で。あ、はいどうもーガムヘドチ28、生き抜けの浪人生、アギオです。よろしくお願いします。イェーイ、ふぅー、ということで、今回も張り切って、関西弁、レオンが行く、バイオーザー RE4。続き、プレイしていきたいと思います。こういうところがちゃんとよく、ぜひよろしくお願いいたします。いやー。はい、あのね、LANケーブルが接続されてないがしつこく出てきたせいで、ね、うっかりというかね、すっかりというかね、めっきりね、忘れてしまいましたね、最初のオープニングの挨拶。ね、あカラブルか、カラブルメーカーやな。よし。見た、左肘やったら、左肘、右肘、交互に見てってやりよったのかな。ティントくん、アクセサリー、おアクセサリーヘアカラーブルーヘアカラーブルーやんラッタ違うやろえアシュリーやろお何これがやばやっぱ光具合って光の当て具合ってあれやなどうすんだっけどうすんだっけ右肘左肘アクセサリーいけたはずやでいくぞアクセサリーどっちやどっちのアシュリー。ヘアカラーブルー。おぉすごっおぉえ私の手、色変わってるいや違う違う、髪の毛。なんで手を見たんやほんまや。武器屋のおじさん。あっおぉ、ちょっと待って、まだ。青いメダリオの破壊。5!もし手が空いていたら、青いメダルを破壊してくれ。分かってるよ。こんなもん、いくら壊したところで、かつての引っ掛けが戻ってくるわけじゃないくらい。ただ何もせずに今いられないさ。あれみたいな、貨物所集積所。ま、これさ、これは先やな。お。これは先や。ウェルカム。わあ、古いパソコンや。古いタイプのパソコンが置いてある。新しいのが入ったぜ。見ていきなって言われた。金がないんよ。あ、でも水晶の原石が。水晶の原石がどれぐらい。あ、レンジも折れると。ここに出てくるってことは、もうあれってことやんな。いらんってことやな。カードゲームね。オッケーオッケー。ルイスの鍵は何なんやろ、これ。ちょっと待って、何レンジ、カードキー。で、1万4000やん。売るで。OK。で、新しい商品は、なんやろ。これや。あ、違う、これチューンナップ。あれ下か。あれ
Will that be all then? You have a ticket. あ、ここができるようになったってことかな。新しいのが入ってるじゃないよ。え、この辺、あ、そう、この辺前からあるやつやもんな。ロケットランチャー持っとくべきかな。どうしよう。やばい、誰四角いくぼみがないんよな。あれ、ベルベットは交換か、交換か。どうしよう。とりあえずボディーソープだけ購入しとく。あれどこや、あれはこっちか、これか。ちょっと待って、これやば、どうしよう。まさか新しいのが入ってるぜ。こっちのゲームのことか。待ってたぜ、新しいゲームのご登場だ。もちろん楽しんでくれよ。いやー、どうする？今日は？目指せ、孤独伝。貫通する。連射速度あんまりない。まあそんなもんか。ボルトスローやって、まあそんなか。もうね、あのやりたいところではあるんですけれども、あ、なんかやった方がいいんかな。まあいっか、また今度でしょ。トークンだけね、回してきたなと思います。でも金のトークン1個しかない。出てくるかな、何がいいの。イエーイ、キンボール出た。教団の紋章エピック。メレーのクリティカル率アップやって。おー、これはいいやん。すげえ、やったぜ。ちょっとこれ、まあ、いっか。こうなってくると金のトークン集めてやりたいな。やる？30秒間のアシュリー鑑賞タイム。むずいわ。どうやってやんの？タイムがこれで何秒残れば、50秒ぐらい残さなかんのじゃ。はい、ということで、なんやかんやと、やりまして、とりあえず S までは取りましたよっていうね、そんなとこですね。全部はね、銀トークン、金トークン、ね、全部は取り切れてないんですけど、なんとかね、やりまして、S ランク取りましたよっていうとこなんですけど、すごいことに気づきましてね。要はね、射的やからね、この位置からね、動けないと思ってたんですよね。ね、ずっとね。ところが、こうね、動かせるんですよね。知ってましたでしょうか、皆さん。ね。
こうやってね、こうやって、こうやってね、動いてね、こう。ね、こうやって動いて、こうやってね、こうやって動いて一直線のところになら、なるように、これもね、こうやってね、こっちに一直線のところ来るようにして、こうやってね、打つっていうね、そういうことが実はね、できたんですよね。こう左右に動くっていうね、それを全然知らんくてね、結局全部 S 取り終わってからそれに気づきましたよっていうね、そんなとこですね。おっしゃー、すごい、おエロー、すごい、リトルマーメイドみたいね。ありのーままのーですね。さあさあ、じゃあやりましょうか。金トークンが5個あるんで、ね、金、銀、銀、金、銀、銀で5回回しましょうか。さあ、いいの出てくれ。なんかね、もうやり直しても、おカブトムシー、回復系アイテムの売り値 100%! すげえ、絶対売ることない。カブトムシ絶対売ることない。すごいレオンってすごいのね。そうね、うん。俺のカブトムシは立派よ。おん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 。こらよし。俺のカブトムシは立派ですか。なんかね、いやいや。わあ、まあ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 。ね、俺のカブトムシのついてる。交換っていうことだよね。さあ、間違えた、間違えた、間違ったー、金トーク1個無駄にした、最悪。やり直したいけどセーブしてない、出えへんし、もっちいねー、やばいわ、喋りながらやってるせいです、やってしまった、顧問式やわ、ほんま。どう、ひどくはないやろ、ね、よし、回復アイテムの売りに 100% アップってことは、めっちゃ踊ってる、ほら見て、ほら、シャルビダンス、シャルビダンス、ほら逃げてるて、逃げてるて。What can I interest you in? どうしようか、あれもしてんねんな。アーマーも。お？ちょっと待って。アーマーもあれか。じゃあやらなあかんのか。ちょっと待ってくれ、じゃあ。そうか、じゃああれする前に。なんかね。あ、メレーの、そう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 、メレーの。30分の14やからな。いや、多分なんか、ほら、つけてるだけでおしゃれじゃない？なあ。赤いカバンやった。ちょ、武器は別にまあいいか。武器おらんから、素材を買うから。まあ、とりあえずこうか。あ、でも、売らへんってもさ、ほら。何？あれ？Valuables won't do you much good in the grave. うん、そう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 。あ、高い。こっちのが高価、高価なレアや。くっそー。金道具1個しくったわ。アイテム購入かん、キャンセルしようか。一旦キャンセルしようか。よし、じゃあ6万3000。あれ、高性能サブマシンガンや。あれ、サブマシンガン持ってなかった一個。これか。これ売るか、じゃあ。なあ。こっちのサブマシンガン売るか。ボルトクラフトボアンス。値段上がってんの？だから最初に比べられる。よし。うっ。売ってもたぜ。で、このライフルを、じゃあマシンガンを、錆びついたマシンガンで、今を
打ち抜こう。よし。1.0 やもんな。さっきのやつ、0.0 やったもんな。ちょっとマグナムの装填数とか上げとく？せん。行こう。あ、これもやらなあかんな。これもやってやな。オッケーオッケー。おー。あ、見られへん。見られへん。おー、見られへんわ。お前の。お前の。なあ。そうやな。これハンドガンやな。下着を見てやろうと思ったのに。服の中を見てやろうと思ったのに。そうはさせず。なになに？なんでズームにしたんや。あ、デカラス？これなんかでかい？デカラス。え？ああ、ああ、ああ、西の山へ向かい。山の上行けって言われたよ。だから、エレベーターみたいな、リフトみたいなんで。山の上向かいなの言われた？いつ？さあ、メダリオンを壊していこう。どこや？おっと？向き的、こっち。あ、え？あ、これか！これか！ナイスー！行こう！まず1個目。そして、え？でも、あれ？でもさ、なんか青くないか？これ。これあんねん、これ何これ。下なの？下？うん。下降りるの？え？なんか反射してない？これ青いメダリオンなんか映ってない？え？映ってんのかこれ。なんだこれ。でも、これ見る。うん、見る限りではこれよな。うん、開けれそう。いやいや、戻った。これな、これが気になって。いや、上やわ。あ、上か、上や。もう行こう、行こうか、じゃあ。で、こっち行けばいいんか？なんかな、映っ、あれや。あれがここに、あれがここに映ってたってこと？ナイス。でもそれやな。すごーい。で、行っていいんか？他の道を探そうって。ああ、そうやな。ちょっと待って、戦わなかったこれ。もうめっちゃ喋ってくれてる。メレー 20% アップやぞ。クリティカル。メレーさんの執事、
まだやな。そうか、アシュリーを連れて戦わなあかんのか。なるほど。なかなかやな。あ、これアシュリー隠れとけじゃない？ん？違うやん。うぅ、こんなん捨てんなよ、もったいない。金の腕は？ほど。そんな分かりにくくしてるやつと、なんでこんな分かりやすくしてるやつと。でもあれやな、金の腕輪はいらんもんやけど、このメダリオンは大事なやつやねんな。おお、なんか今今おおるやん。嘘、今なんかバレてないと思って、あのあれしようと思ったのにな。そう、マジか。パパさん、あの、仕方ない、ブラックバス食うか。棚にあったブラックバスを。う、棚に、研究所の棚に置いとかれてたね。多分実験する用のブラックバスを、そうそう、普通に取ってきて普通に食べるって。そして体力が回復するっていうね。どんな味なんやろうな、美味しいから回復するのかな。そうやな。お、ハーブ、そうやな、美味しいから回復するのかな。それとも蛇とか食べても血はガツが血がいるっつって食べたから回復するのかな、美味しくなって。めっちゃ光ってる、めっちゃ光ってる。変な服に着せられてる。さあ、あと一個や。おお、ある日パパと二人でやな。グリーングリーンやな、グリーングリーンやな。同じ曲が流れてたわ。こいつの頭みたい。グリーングリーンやな、ほら、グリーングリーン、グリーンや。あ、どこや、あと一個。あれや。おお、よかった、気づいて。おお、びっくりした。おお、邪魔してく、邪魔してくんなよ、アシュリー。カメラの位置分かってんな。ケーイライタステイ、やるじゃん。めっちゃかわいい。うい、気をつけてって言われるわ、それ。それグリーンって。うそアシュリー、大丈夫か？なに、どこ？いや、レオンが危ない、お前の方が危ないんだぞ、大丈夫か？ここ、痛い、やばい、アシュリー、アシュリー、どうせんだ、ここ、頑張れ、立て、クソ、あれ、立ってる、バケモンめ、痛い、ちょっと待ってくれ、回復や、痛い、めっちゃ食らう、めっちゃ食らうわ。そう、ハンドガンが、くっそ、ちょっとハンドガンの威力じゃ、威力が、ごめんな、アシュリー、一回ちょっとあれしてもだな。ちょっと強いわ、なんか、クソ、あかへん。あ、ここは、ここはダメか、忘れてたそれ、忘れてた。
なんかね、レオンがね、ちょっとプラーガにね、ちょっと侵食されてきて、ちょっとなんか声がね、変わってきてるんですよね。うん。上に行くよりか先に行く。こっちで。あ、お前。うん。通ってきよ。おお。めっちゃガンパウダー置いてくれてる。やっぱりなんか、めっちゃガンパウダー置いてくれてる。あ、これか。指示、うん、なんか、うわぁ、マジかよ。アシュリーにここ任せてってこと？ショットガンの弾もないよな。どうしよう。せやな、ショットガン作っとこか。作りな。ガンパウダー意外にないねんな。よし、じゃあ指示。Here, hold this down. Okay. 俺を頼む。OK。で、ここ？ん？これどこ開いたのこれ？ここが開いてる。ああ、これ最初、先戦ったとこ。あ、ほんでここは、ここは、ここはダメかって言ったとこか。あ、これか、うん、クソ状だ。トラウル中。なんで、もしもし、こっからか、マジか。ショットガンで。よっしゃー。アシュリービビったな今。アシュリー、アシュリー、平気か？うん、ありがとう。アシュリー担がれてんのに思いっきりショットガンぶっ放してね。そうやで、もう仕方ないよ。そんなん気にしられへんわ、アシュリーとか。助けに行ってんのに。助けに行ってんのに。アシュリーとかそんなん気にしられへんわ。助けに行ってんのに。なんやな、アシュリーって見たことないぞ。ここに食べる。あ、そうか、そういうことか。なるほどね。なるほどな。なるほど、なるほど、なるほどな。オッケー、オッケー。で、あ、で、ここ通れ。たわけね。なるほど。あっぶ！いや、なんで？クソだと思ったよ。硬いわ。もうなんかボディがさ、着てるやん、服を。クソ。ショニムかよ、ほんま。
なんでや、大丈夫か、怪我ないか。うん、平気。お前ボードしてくれたな。何してんねん、何抱きついてんの、お前何抱きついてんねん。痛い、ちょっと待ってくれ。いつも、いつも、ちょっと待って、強い強い敵が。アシュリー大丈夫か。ごめんアシュリー、虫がついてる。いや大丈夫ちゃうよ、ギリギリよ、ギリギリでいつも。あ、ギリギリやで、ほんま。なんかな、キッズ弾ねえわ。英語が入ってくるかな。ちょっと待って、じゃあ、あれもう待って聞いた。なんでハーブ赤やねん。あ、こっち降りていいん。あ、ちゃうわ。こっから来たんよな、下からな。だからこれ降りんでもいいんやんな、別に。え、何その構えてんの。何が何かみたいな顔されてた。なあ、あれそれか、なんか言ってないよ、どこから出るとかって。ちゃうの、さっきあれそこから飛びて降りたやつやもんな。あれじゃあ違うか、関係ないか。もう行こうか。うん、こんなとこ行くん、まだ来たね。え、なんかないろ。あ、消火器ある。汚いな、病気になるわ、もう。おぉ、あれ、朝方もっと腰まで浸かるんかと思ったら。おい、ひどい匂いが大丈夫か。おい、ひどい匂いだけど大丈夫か。なんとか、昔の私なら泣いてたわ。でも多分これあれやねんな、囚われ捕まって助けに来てて、これ多分何日も経ってないな、別に。あ、なんかある、エメラルド。こんなところにエメラルド。大丈夫かシュリー。そうやな。あ、どこ行くんやろ。あ、これか。アイテムはないな。あ、タイミング合わせるといいな。せーの、これか。いけた。ずれてたような気がしたけど。ずれてたけど。あ、隠しと、マジか、なんか戦わなあかんのかよ。よし、閉じ込めとこう。入れ。OK。Stay here。はい。ここにおれ、入っとけ。ここにいろ。おい。これとけよ。青鬼やな。うわ、あいつや。
匹だけやんな。えっ、これだー。何してんやったっけ。どうした。なになになに、こんなんあったまえ。え、だ、なになになに、なになに、どうなってる、どこ行って。あ、なんかあったまえな。あ、危ない。あ、そういえば、どこどこ、あー、キモ。これ足で隠しとかな無理やわ、こんなん。痛がってる、痛がってる、なになに、うい、オップ、まったく、なんてやつや。これ近くにおったらあれやったんじゃん、なあ、あの針ブシャーってなったんじゃん。危ねえ、離れてて、危ねえ、離れてて、あれない、あれがない。 You're not hurt, are you? No, I'm good. お前タイミング出てくるな。誰が出てきて言ってた。まだお前隠れとかなかんじゃんか。あー、きつー。こんなこと言ったけどサーマシンがなくなったな。あ、なんかある。あ、ガンパウダー。そして、アタッシュケースの中には、破片手榴弾。あ、手榴弾投げればいいんかな。さあ、そして、ハンドガンの弾。まあ、ちょこちょこ開いてもあったけど、ちょっと足らんかったんちゃうかな、これじゃな。もうないかな。アイテムちょっと、あ、あるやん。あ、ハーブ。ラッキー。どうしよう、ガンパウダー、サブマシンガン作っとくかなあ。うん、あれ、クラフトボーナスならへんや、つけてない、つけてるよな、あのハゲ。そうやんな、あのハゲサブマシンガンやんな。オッケー、サブマシンガンで知った。貫通性能があるからな。うまいわ。あんな、あんな2も3持ったらきついよな。ああ、んでこれは逃げようと思っても、これせなか逃げられへんのか。よし、そっちを頼む。オッケー、アシュリー、タイミング合わせるよ。あ、ごめん、ボーッとした。大丈夫、次は成功するって。いや、ごめんな、俺やねん、押してないの、ごめんな。励まされてんやん。どうしよう。どうしてんの、今度こそ、いや、せーろ、遅っ。ちょっともう一回しよう、ごめんごめん。俺が遅いねんな。せーの。あ、レオンって言ってくれた。さすがやな、さすがやな。そうやな、あまりにも失敗するから。押し、得てあげようってなってんの。もう、暗いの嫌やって、マジで。廃棄物処理場。またなんか出てくんじゃん、こんなんも嫌やわ。さっきだって43万人がおったやんか。うん。だから、一匹捨てた。通電してない。あ、ムータンが来たから通電してないから。指示出して離れ離れになってか。なるほど、ここが渡られへんってことやな。あー、ホールド指示。あ、アシュリーに生かすこともできるやん。操作頼むわ。操作頼む、任せて、こういうの得意なの。
で、あ、あいつ支えとかないと来られへんってことか。ネズミがチューチュー。僕の王様が走ってる。え？ちょっと分かりにくい。分かりにくくない。なあ、怖いわ。もうチュチュ言う、お、やめろよ、コウモリかよ。おいールービー、なんか宝石ばっかり。え、なに、うわ、くさハブ、ラッキー。あ、ブラックバス、またブラックバス落ちてた。なんなん、なんなん、こんな処理場、廃棄物処理場に落ちてるブラックバスなんか食うなよ。さあ通電するぜ。あ、消えた。で向こう側が通電されてるから、どこどこ、どこ行っていいの。え、どうしたらいいの。ど、どうやって戻んねん。どうやって戻んの。だー、どうしたらいいの、どうしたらいいの。つまみるよね。いや、え、帰られへんくんな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ここが。アシュリー、回復する？ちょっとブラックバス。いい加減にして。どこ？アシュリー。間に合ってくれ。どこや。マジか、アシュリー、アシュリー助けられへんねん。もうお前の姿は見えへんねん俺には。ごめん。いや、だから、だからあっちの敵をまず倒しとかなあかんねやろ。どっちの敵？アシュリーの方？アシュリーが、だからアシュリーが捕まって話してるから渡られへんから、うん、アシュリーがおる方を先倒して。無理やん、あいつおるからな。マグナムぶちかます？白い方を先やっつける？いや、白いやつは無視してていいと思うで。どこで回してるあいつ。これどこでセーブされてる。アイテムとか取ったっけ。ハーブじゃあなくなってんじゃん。触らないでって。
いいか、オッケーか。早っ、めっちゃ走ってきたで。通り過ぎてるんで、しかも。ねえ、ええの。なあ、何匹出てくるかによる。あ、でも、でもこの橋が上がってる間にさ、大丈夫か、アシュリー。かたくなにやな。おしゅりや、おしり。おい。出てきた。せやね、ここ通るからな。そうやな。これで。ね。まあ。うわ、こうしょぐ。これまたあれやんか。そうやん。戻ってやらなあかんやん。嘘、間違った、ライフルのつぼやった俺。ごめんごめん、クソアーマーが。ちょっと待ってくれ、やめろやめろ。だあ、まだいけるチャンスある。だあ、あれどうなるの、いで、あそこで待ってたら、その数出てくんのか、それとも、タイミングで出てくんのか、どっちなんやろな。そうやっぱ撃つ場所、撃てる場所まだ近くにあんのかな、それか、近づいてった先に、戻らんでも。あそこだから、その、で、あの子が橋やってるところは撃てるよな。でもなんか白いのが来るよな、撃ってる間に。わからん。ちょっと待って、先にじゃあ。これ取る。こんなとこ先あった？あ、暗かったんか。あ、違うな。あ、違う。あ、ハーブここにあるやん。え？ハーブあるやん。どっから出てきてる？同じところで。はいよー。なんでこいつさ、こっちまで来んねやろな。
なになになに、足が足リーになってた。ちょっとね、もう一回出てくるんやろ、どうせ。アシュリー、are you alright? アシュリー、平気か。ちょっともうちょっと支えといてくれな。戦ってみる？じゃあブラックバス食っとこう。じゃあさっきサブマシンガンは作れば、うえ、今度は素材がねえわ。There you go.Shit! Get off me! Ashley!もうむずい。アシュリーに当たった。え、違う違う、アシュリーダメージ食らってんやろ。行動不可能になってんやろ。あ、それで。んで、もう一回、そうそう、そうやろ。くそー。だから、あいつが出てきてからもう一匹出てくんねやわ。じゃあ。むずい。あの隙間からちゃんと投げるよと思うわ、ほんまな。でもそんなこと言い出したらアシュリーも分かんない。アシュリーボーヤバニャルメンボエスタサンクレーサンクレーボヤマボヤマグーサンクレーアシュリーあいつアシュリーの方いかんと、ハイズってるやつはもうこっち来てるわ。アシュリー当たってるのかな、ハンバーガーショートして。え、これ無理じゃない。だってアシュリー行動不能になってるから。あ、いけたいけた、よかった。行動不能になってるからもう罪やんと思って。そうやな、どうしようか。じゃあなってなかった今。見ろや。いや、おお、くっそ、お前は、お前まさかルフィか。ボム、
やめてくれ。ボディアーマー's not looking great. おい、やめろよ、めっちゃ食ってくるやん。なんでなん。いったか。これはでも頭ってことやな。この後やねんな。この後さ、ひょっとしてその一定の弾がねえわ。やば。一定の。でもほら後ろから追っかけてけえへんからさ、あそこまで行ってライブルで。どかすか、殴るしかない。いけるか。宝石も取ってるんじゃないか。宝石は後から行こうと思って。あ、でも大丈夫そうやな。おい、よかった。アシュリーごめんな、何回も。お待たせやで。めっちゃ笑ってくれてる。ごめんな、何発かも俺当てたかもしれん、お前に。ごめんな。あー、弾がねえわ。あんなの届く。まあ、いいか、ちょっと行けるとこに行こうか。よし、組み合わせよう。トゥーカラーボーナスのがあれなんだっけ、うん、お、レッドベルリー高っ。9000。ディオボーナス。トゥーカラーの方が安いやな。よし。で、いや、黄色の方が高いやろ、うん、あ、色が、でもあれか。だけど、単価が、ディオディオボーナス 1.5。こっちもいいんじゃん。ディオディオボーナス。イェーイ。さあ、ほんでこれやな。通電してるから。あー、これか。これかよ。ディシジョンゲームかよ。逃げてきたとしても無理やな、あいつ。そうやな、ディシジョンゲームやんけ。おーい、いったよ、完璧。ドアアクセスシステムリスタート。はい、かぶる。おっけ。なんでちょっと開けやんとこかなみたいなのをちょっと考えてるな。スッと開けろよ。めっちゃ警戒してるわ、足で。うん、なんかおるやん。見てほら、なんかワシャワシャしてるやん。何あいつ、休憩してるやん。ちょっと疲れたわーっつって休憩してるやん。見てほら、あれ頭、うん、頭ワシャワシャしとるわ。てこれ何してんの。もう休憩完全にほら、はあ疲れたーってなってる。あ、なくなった。そうやな。どこ行ったの？ああ！大量におったやん、虫。お、
半分が一発や。さすがにあれやな。さすがに。そうやわ。ただではあげないぞと。一発当てたら五発あげるよみたいな。さっき、おお。痛いよ、安心の紫。So that's a request done in dusty day。いやいや、うまくいってみてーでな。あ、もっとネズミよ。くそー、ネズミやるか。せっかくやから、じゃあやるか、ネズミ。ここやろ。え、こっち？一本。いや、いいね。反抗してもらえんの。廃棄物処理場やから。貨物集積所。何がやん、集積と廃棄所。チュージュ聞こえるな。じゃあアシュリーちょっとまた頼むわ。 Keep this open. Hey. Hey. え、ヘイって言うまでな。え、でもアシュリーヘイって言うたで。お、チュージュ撃ってる。どこ？あら、何逃げてんのお前。ネズミかお前、ほんまに。けえ、マーシュ何してんのお前、押しとけっつってるやん。アシュリー、お前やっとけっつったよな。なんで離れてんねん。もうそういうとこやぞお前なあ。そういうとこやぞお前。そうやでお前、いいって、俺がいいって言うまでも動くねえそこ。あ、これあれやな、あいつ倒してへんかったらこれもできへんかったやな。適当にネズミ殺しとけよかったなあ。めんどくさい。いや、そんなことないよ。まあ、そうだよ。くっそお前、ね、あれやわ、距離取るよりか近くに行く方がなんか早ないんで。ほんまや、難しい。お、なんかおるやん。ブリってんじゃんこれ。あ、聞いた。うわ、ブリってるわ。あー、ブリってる。殺したい。あー、豊かな。ロコしたい。ロコしたいよー。あれ、あれ、ミッキーどこ行った。ミッキー、めっちゃブリおるやん、ブリ。あれ、どういった。まだ早っ。え、嘘。オッケー、三度達成。オッケーオッケー。まあ依頼達成してオッケーっていう感じやけどな。やられたネズミからしたら KO って感じやな。ドドンっていうな。いや、決まった。ごめんな、おい、もういいぞ。お前いつまでやってんねんって。もう戻ってきたら、もうわか、戻ってきたら見たらわかるやろって、お前は。どうしたっけ。あ、すごい、見て。めっちゃ力入れてる。めっちゃ力入れるの、頑張ってくれてる。そうや、すごいなぁ。あ、そうやもんな、連れ去られそうになったら、手を持って。いいぞ。またやってくれ。よし、行こうか。ありがとうな、アシュリー。さすがやな。ちょっと今なんかしゃがむの早かったんちゃうかお前。なんか今チラッと見てもうたけど、お前しゃがむの早かった。つられてしゃがんでもうたんじゃ俺に。よっしゃ、依頼片付けてきたぞおっさん。ふぅ、疲れたわ今回。めっちゃスピネルもらえるやん。ちょっと待って、やっぱり全部やちゃんとやっとくべきやったな。
何を交換しよう。いや、特殊改造チケット今度40個であれしてるやん。金トークン買っとくか。これ打っていいねな。金の腕輪と、これね、飾ったからね。よし。宝石売るやつはなかったな、別に。宝石売ったら値段上がるみたいなのなかったな。早く書いてもな。よーし。OKOK。じゃあ、アイテム、じゃああれを。アーマーをもう一回。ちょっとあれしようか。Welcome. オーディアも直そう。Good luck to you, stranger. で、ハンドガンの威力上げとくか。もうこれやな、使ってんの。ハンドガン。You have a ticket, do ya? なあ、ハンドガン強くしとくか。Choose a weapon, stranger. 2.4。See how that feels, mate.Fella like yourself should notice the difference right away. 金がねえな。たまん別にもいいやろ。いやでもこれは強かったな。突っ張ってたもん。かこれで。とりあえずこれで行くか、シュリー。ちょっとな、心もとない気するけどな。Don't get yourself killed now. まあいいやろ。ちょっと残しとこう。もう何回もヘマして死んどんね。もう言わんといてくれ。アシュリーも殺してるし。そうや、あんま言わん、あんま言わんといてくれ。どうしよう。赤いアタッシュケースにしてるけどさ、素材エルの、あ、でもあれがないもんな、結局な。ガンパウダーのアウトキーか。じゃあ、行こうか、アシュリー。ちょっと。うわぁ、叩かなあかん、これ、ひょっとして。これ待って、あの弾使ってなんかするやん、絶対。あの鉄球。アシュリーにあれさ。鉄球。あれ？まだ？これ。あ、ここ、まだやな。ここ行って多分これやな。降りるぜ！受け止める。アシュリーの愛を、全身で受け止める。何？置いてったらどうすんねんのこれ。置いといたら。さあ来い。おお。Thanks。鍛えてるからな、クラウザー少佐に鍛えてもらってるから。ああ、めっちゃ高いのこれ。なんかあるやん。ドッカンバトルせなあかんやん。これほら。ああ、なんかあった。ねえねえ見て。レオン、ねえねえ見て。何かあるわよ。見て見て、ほら、すごい。リフトか。ここ壊せないかな。あ、壊せないかな。これでか。そうやな。これやってる間に、これが使えそうだな。クレーンか。これで、お、アシュリー、そんなサキサキ言ったら危ないよ。任せて。おい、ダメだって。おい、本気か？また僕に戦わせる気なの？え、すごいすごい、乗ってる乗ってる。大学上、こんなことも教わるのか？必修よ、知らなかった？離れてて、行くわよ。大丈夫？本当にできるのか？おー、すごいすごいすごい！わー！びっくりした。思わず体が伸び取ってしまった。まずアシュリー、バレたぞ。お前のせいでそーっとせんから。レオン、お願い。こいつらは任せろ。壁破壊まで耐える。オッケーオッケー、耐えるぜ。あら、もったいな。1匹だけやった。あ、2匹いってる。よしよし、耐えるぜ。いけーっつってるやん。かわいい。アシュリーかわいい。あ、
メレーのやつあつけてんな。いったー、ビリビリ。あー、死んだ。おーおー、よし、もう一回やろう。ナイスキャッチ。あ、ナイスキャッチになってる。なんで上から目線になってんの急にな。すぐそこライフル。違うね、でもさ、あいつら足で狙いに来るからさ、そうも言ってられへんのよな。リオン、リオン、こっちのこっちの。ああ。いた。あ、いいうちリーナ。どうや？ジャンプしてどうなった？オッケーオッケー、まだ壊れないな。なんか来てる？なんか変な音したな。いた！惜しい！いけいけ、アシュリー。いったれいったれ。ああ、もうさっさと壊れなさいよ。宇宙さん、殴られてるやん。やだだだだだ、いたー、誰ー、こっち来い、こっち来い。え、もしかして敵に当たった？鉄球に当たった？お、どうや、倒した？あれ、後ろ？お前当たれ。いや、当たった。よし、穴が大きくなってきた、いけそう。おい、しょぼれたかよ、急にここに来て。余裕やな。おお、当たってるやん。あいつここに来て急に穴が大きくなってきて、いけそうって。下ネタ。おお、いけたか。ほんまや、やったぜ。俺は元気になったぜ。武器置いてるよ、こいつ。バカだね。そうやな。おい、いけ、ヒビゴー。マリオみたいなこと言うな。全然やんけ、アシュリー。ちゃんとせえよ。え、どこにおる？え、誰に言ってる？あ、おるよ。え、あ、今ナイス。なんか、ちょ、なんで、だ、どこどこどこ、いたー。出てきたとこ、ロケランまともに食らった。アーマーが壊れそうだってレベルじゃないで。いいだ。うう、虫かよ。これは無視できねえぜ。めっちゃめっちゃ。
way. ほんと、痛て、いや、あ、そうか、それで当たってくれてんのか、俺そういうことか。いや、もう仕方ない、仕方ない、それは不可抗力、不可抗力、業務上過失致死や。仕方ない、仕方ない。よいしょ、いた、すごい、やった。え、世界の中心で。あ、あ、オープン。ちょっと待って、アシュリー狙われてる？疲れたぜみたいな態度取ったから、これハンドガンのためめっちゃ止まったやん。頑張った、うまいこといったわ。アシュリー頑張ったな。おお、乗るよ、向こう落ちてるぜ。よし、日本円に直しちゃうよな。お、来た。ねえ、見てた？すごかったでしょ、私。うん、すごかった。そんな特技があるとはね。すごいな。何回俺にぶつけたかお前分かってるよな。ガブリを感じる自信や言うてた。でもあれやな、あのおかげで助かってるとこもあるからな。そうそう。お、指令しよう、また。これまた元出らなかんの？特殊な、培養室、強固体の撃破。うわ、特殊な変異を起こした、徘徊死体を殺してくれ。残してくれ。あの人たちの悪趣味実験慣れなったで、もう眠らせてほしい。どれや。強固体、戻らなあかん？培養室って書いてた？培養室って書いてた。どこや？結構戻らなあかん？これやん。行く？めっちゃ戻るな。めっちゃ戻るな。そんなに安全に戻れるのかな？さあ、どうやろう。どこでセーブなってる？強固体。武器とかいけるかな？こっちからあれでいけるもしかして。お！最初のとこやな。あ、そうや。そうや、そこや。なるほど。んで培養室か。うんうん、そんなぐるっと帰っていかんでいいよ、さすがに。射的場もある。いや、だから。いや、そういうことか。じゃあセーブしていこうか。足どうすんやろ、隠しとくんかな。あ、ここかな。Wait here. ちょっとここで待っててくれ。ちょっと行ってくるわ。ちょっと頼まれた仕事。Stay here. Hey. OK, OK. なあ。あ、セーブなったやん。なんや、セーブしてこんでよかったやん。あ、おる！ちょっと待って、これ。
いい気もんねんけど。見つけたぞ、言ってる。いたー、痛い。ちょっと待って、でもさ、なんかもうあれなってない、弱点抜き出しなってない。いたえ、ちょっと待って、なんか増えてる、なんで。早くて狙いが、いたー、刺さってる。早くて狙いが、回復ない。回復ない。今なんかいっぱい体の中埋まってたよな。発水車。暴れな。うん、発水車で。そうやな。よし。なんでしょ。逃げよ逃げよ。ピューイ。お、犬みたいな。オッケー、いけたよ。え？大丈夫や。急ごうぜ。いや、すごいな。そんな。こっちはそんな素振りもさ、見せへんように来たのにさ、気づいてくれるってアシュリー俺のことひょっとしたら好きなんじゃん。うぅー。オッケー、依頼やっつけたで。どうで誇らしげろ。おー、8ももらえた。レッドラインでやってたっけ、まあいいか。行こう。何を考えてる。いや、レッドライン。ステイヒアのままに帰れって。With me. Okay. そばにいろ。そばにいたいよ。いけたね。マグナム。マグナム強。マグナム強。顔面3、4発当てたもんな。うん。よし。アシリ押すで。クレーンがこっちに、クレーン、え、クレーンをこっちに呼んで、クレーン、え、呼んでクレーン。この時間はこうやって遊ぶための時間だな。じゃあそれか、呼んで強固体を倒しに行くで、戻ってきた頃に降りてきてるっていう。よし、行くぜ。アシュリー行こうぜ。ねえ、思ったんだけど、私たちって結構いいコンビじゃない？いやいや、コンビというかカップルやろ。あ、もうね。そうだ、私もエージェントを目指そうかな。どう思う？合衆国を守る最強のコンビ、最強のカップルよ。アベックよ。なるほど。だからその前に生きてここを出ないとな。もう、ノリが悪い。
そうやで、ノリが悪いってあれやぞ、俺が乗るのは、うん、こら言うな、そこら以上は、それ以上は言うなよ、うん、美人の上だけやとか言うなよ、もう借りるか、じゃあマシ、もう借りる、どうする、あ、そうやな、お、すごいな、おはお来た、おはお来た、赤2つに緑2つなんて、お前完璧やん。よし、お、すごいよ、すごいやん、足にも、うん、おらーキルアにやりきったったくないやん、お、琥珀の搬入について、あー、なんかあれやな、プラーがどうのってやつやな、城の地下より掘り出、城の地下より掘り出された琥珀の搬入作業には最新の注意を払うこと、これらの琥珀の地で聖なるプラーガがお休みになっておられる、聖体の穏やかな、ね、お眠りを妨げぬよう最大限の敬意と服従を持って作業すること、なるほど、虫に敬語使っとったわ、もう勝手にしまうのやめて。This must be what Luis was talking about. これがルイスの言ってたやつか。これがプラガーの埋まってる琥珀ってこと？琥珀歌合戦。大臣扱いって言われたけど。イェーイ！やるよねー。大臣にしろって、うめっちゃあるやん。あー、でかっ！ほんまやわ。琥珀。紅白歌合戦言うてる場合違うわ、オッケー、すごいし、うん、すごい信号やわ、信号ハーブやわ、しょうもな、しょうもな、待てよ、多産計画の進捗について、信頼なるサドラ様、お喜びください。上位種プラーガの生産は着実に進行中です。このまま順調に推移すれば、我々の大いなる理想に確実に到達できると約束できます。プラーガは本当に素晴らしい生物です。犬でも、人でも、カラスでも、人でも、犬でも、カラスでも、対象を選ばず、すべての脊椎動物を宿主にします。このような寄生生物は他に類がありません。特に上位種は脳に全く損傷を与えることなく、宿主は同化できます。うわ、同化しろぜ。どんな人物であろうと、サドラ様の支配の力に抗うことは不可能です。いえ、支配される喜びを一度知ってしまえば、誰が抵抗する気になれるでしょうか？それが私の証拠です。私がその証拠です。拒絶していた過去の自分がいかに愚かだったか。あと数日で幹部研究員への投与が完了します。彼らも間もなく知ることになるでしょう。そして、サドラ様の計画が完了したとき、全世界がそれを知ることになるでしょう。研究主任、アナベル・ガルシア・エクスデロ。なんかあれやな、アナやろ、アナベルやろ、もうアナやろ、うん、なで、エスクデロやろ、うん、あのエロデスクやろ、もう下ネタやんっていうな、それだけ何がエロデスクやねんな。エロデスクに見えた、エロデスクはやばいな、あ、水晶の原石、うん、エロデスクはやばいわ、それやなあ、もうそれやもんな、何なんかわからんけど、それやもん、残業してたら女上司かっていうな。残業してた、あ、すごいわ、これ前あれちゃうんか、武器屋さんに売ったらめっちゃ売れるんちゃうんか、高そう、あ、これってあのこっちの琥珀じゃなくてこっちのお尻の方だ。アシリの方の、お、めっちゃおるわ、よく見てみ、アシリこれ何やと思う、さあ、ね、我らが生体、我らが生体、
ほどなく恵み深き悪液がもたらされるラスプラガスか。ふん、フードとってようこそ我が子らよ。え、フードとった消えなかったやんけ。わあ、オズモンド・サードの神の声を伝えし者、あんた興味はない。パキュン。お、哀れな子羊、なぜ恩寵を拒む。うっ、がぁ、道理でグーフィーの声みたいになった。あ、言うとか、今こそその身を委ねよう。あれ、治ってないの。従え、神の声に従うのだ。おしり、ダメだ、行くな。いや、嫌よ、嫌よ、やめてな。声がまた、なんか変わってきたわ。やめて、いや、私はグーフィーを打ちたくない。グーフィーって言ったらダメだ。おしり、我が子よ、アルガウノを要請。バキュン。おしり、頑張れ、頑張れ。いや、打ちたくないわ、私は。弾が出ないわ。やった、これは私の勝ちね。罪深き者を彼の運命に忠実なる使徒に託すとしよう。そう、娘よ、恐れずともよい。その身を捧げ、全ての恐怖から解き放たれるのだ。さあ行きましょう、行きましょう。行くぞ。さあ行きましょう、行きましょう、行きましょう。私たちの顔は見せないわ。顔が気になるな、あの女の子たち。女の子なの。あ、くそ。あ、ジュリー、俺はお前のために頑張ってきたのに。この人のことは操られへんのにな。いや、鍛えてるから操られへんやろ。頑張るよ、アシュリー。何回言ったら助けても逃げられるね。どうぞ。ふざけやがって。アシュリーを追うってことですね。何回助けても連れ去られるねっていうの、すごいグーフィーが言いそう。何個に乗ってもダメだねみたいな、絶対グーフィーが言いそう。わわ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 。あ、待って、エクスパンションあった。化石倉庫。あ、さっき見てたやつや。あ、かわいそう。あ、撃たれへんわ、これは。あ、ほら。でも、プラガにさ、あれされてるやつやったらさ、おお、かわいそうに。お前らまさか、撃たれへんってことは、お前し、もしかしたら知り合いやったかもしれん。やめろやめろ、名前は出すな。ごめん、そっか。あれ、どこや、向こうか。おお、大の字で寝てる。あー、気持ちよさそう。まだバキュン。あと、連れバレてんのにな。余裕よ、めっちゃ真剣に。あ、じゃんじゃん先に。ああ、そうか、たまに見えた。ハンドガン、たまに。お、見て、誰かがなんか撃ったとか。ほら、ハートマーク作る。またちょっとあれだな、リチリやたまない。荒れてるわ、あれよ。何を荒ぶってんの。いや、荒れてるな。いやいや、やらせろよっつって、ハートマーク作らせろよっつって。弾がないから無限になってからやって。なんか取ったっけ、お宝。取ってないか。エクスパンションを取っただけ。とりあえず、なんか色々使わない。うん、おルイスの研究所の、あ、なんで色変わったの。ルイスの研究所の影らしいわ。どう、やえいち、二つに分かれてて、こっちはでも行き止まりやから、なんかありそうやな。外行けるんかな。
ルを見てないんじゃない。いけんちゃうこれ。いけた。ざわみろ。そうやん。あれこっちから降りれる。いや、 H、 あ、どこ、あ、あ、ほんまや。なんやろ。あ、開発計画に関する進捗報告。お望み通り島田延期の開発、お望み通り、島全体の再開発は滞りなく進んでいる。外敵の侵入に備えたため、武器や防衛設備を備えた。計画を実行する頃には島は要塞となるだろう。これらは長期的な防衛に耐えるものではないが、計画の遂行にはこの設備でも十分だろう。これで全世界の支配という最終目的はより確固なものになるはず。我々にさらなる力を、ジャック、クラウザー、あれクラウザー、あれクラウザーや。クラウザーやんな。少佐やんな。クラウザーもあれなんや。こいつらの手下やったんや。俺じゃこれ。なあ、どうなんやろ。これ下からこっち下にビュッと降りれるやんか。こっちから回ってきても、なんかあれやったんかな。わかった。これや。これや。ほい。どう？決まった。何してんのお前。後ろ来てる？お、引いてるやん。うん、一個あげたからな。お、もしかしてやけど、もしかしてだけど、もしかしてだけど、めっちゃはためいてたから。すごい、やえ。おお、金塊大。そうやな、多分上から行ったら静かに、多分こっちから来てたら、あれなんちゃう、上のやつが指示出して、バレバレそうって言われんじゃん。うん。で、よかったんちゃう、上から行ったら、そーっと行けますよじゃない。ここは、そうやな、ガシャーン言うてな。ちょっとあれしとく？ちょっと回復しとこうか、これな。その前で使うこと全然。おお、もうほぼマックスや。だってラスは近づいてる。マックスやんか。ザ・スーパーモンキーズやんか。お、なんかいろいろあるぞ。なにこれ、タグや。なんかあった、なんとか文書。あ、なんとか文書黒塗りされてる。オペレーションハビエ、この耳慣れる名を知る者は作戦を主導したはずの合衆国内においてもごくわずかだ。それもそのはず、本作戦は公にされることなく実行され終了した。なぜか、それがあまりに非人道的だったからだ。始まりは2002年、ある米軍特殊部隊が密かに南米入りした。彼らの任務は麻薬カルテルの壊滅、準備に数年もの時をかけた重要な作戦だった。送り込まれた特殊部隊は当然精鋭中の精鋭だ。作戦の成否は本校では語らない。著者が明らかにしたのは作戦そのものではなく、その後の精鋭たちを襲った運命についてだからだ。
部隊は隊長を務めた噴霧少佐を除き全滅した。彼らの手によってではない。彼らを無残に殺したのはアメリカだ。作戦行動中、運悪く孤立した部隊を救うことは難しくなかったはずだ。ヘリをたったの一機飛ばせばよかった。だが、軍部はそれをしなかった。軍上層部の権力闘争の結果であるとも、先の大統領直々の指示であったとも噂される。真相はホワイトハウスの黒い闇の向こうというわけだ。真相は黒いハウスの白いホワイト霧の向こうというわけだ。ねえ、うまいことね、ホワイトハウスとなんかね、かけてね、黒い霧ってね、すごいですね。うまいことやってますね。確かなことは一つだけだ。合衆国は彼らを見殺しにした。国のために人生を捧げた若者たちを、私は記者としてではなく、彼らと同じアメリカ国民として、ここに祖国を告発するものである。長っ。中期1。以上は米国ジャーナリスト、記者が執筆したハビエ作戦についての草稿である。中期2。本レポートが世に出ることはない。記者への処理は実行済みである。ああ、殺されたんや。まあまあ、少佐はクラウザーですね。で、2年前のとかって言ってたのはこの話ですね、多分ね。よし、すべて解読しよう。なになに？スタポケ以外の動画の視聴数は全然上がらない。それが、アキキュンのチャンネル、ゲーム実況。となっていますって書いてる。書いてへんわっていう。それを言ったところでこれ見てる人おらんけど、スタポケ見てくれてる人これ見てくれてへんから。そうやな、これだけ見てくれる人おってもいいのにな。あ、お、くそ、どんだけ、ちょっと待てよ。俺でお前何してたんや、俺の写真で。おい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 、俺の写真で何してたんや、クラウザー。ガンパだ。あ、これ。You've done well、 to make it よくたどり着いたな、新兵。この先に戦場を用意してやる。俺とお前の最終決戦の場は、数百年多くの血を吸ってきた場所だ。2年前の決着をつけるには、うってつけだろう。俺の大好きなレオンよ。ということですね。要は、2年間も僕のことを待ち続けてたっていうね。僕のことじゃないな。レオンのことを待ち続けてたっていうね。お、救急スプレー。もう戦わなあかんやん、もう。戦わせる気まんまやん。アシュリー・グラハム拉致計画。あ！ちゃんとこんな計画書を書いてあれしてたんやな。口頭でじゃないんやな。ちゃんと企画書書いて、それをちゃんと上司に出してったんやな。係長から、いや、じゃあ俺で行こう、部長ってね。部長。あ、手つきこう、出してる？いやいや。やっちゃ早かったけど、誰も見えん。いやいや、もうこれな、出して、ちゃんと上司の許可得てってやってたんやな、計画こんなんすんのに、拉致計画とかすんのにな。フェーズ1、ターゲットと共に大学を出発。なるほど、一緒に大学に通うってことでね。ターゲットの車両はベイカー以下3名が同乗。フェーズ2開始で通常の護衛任務を行う。あ！なるほど、SP の奴らがあれってことか。エイブル率いる別動隊は、後続車両に乗車。平人と同様の帰宅ルート走行。うーわ、悪っ。すっごい、護衛されながら一気に大学やってんだよね。そら大統領の娘もん、そらそうやろ。フェーズ2、エンジントラブルを理由に車両を停止。ターゲット、エイブル車へと誘導。なるほど、もう手の込んだ。フェーズ3、エイブル隊。走行ルートを変更。薬物を用いてターゲットを意識喪失させ拘束。うーわ。大型荷箱にターゲットを格納。格納ってどんな字格納つって。こんな字格納つって。ねえ。フェーズ4。ベイカー、ドドンだよね。ベイカー隊、用途プロセスへ移行。ヘンリー隊、捜査機関のデータベースへ侵入。ネットワークを遮断。フェーズ5。ポイント K9 にて荷箱を船舶へ搬入。なるほど。すごいね。計画、やっぱり、書類、やっぱね、紙のね、紙で出す。おぉ！何を引きずった？くそ、なんか引きずってんな。
うーわ。なんかやり残したこと、まだあれやな、引きずってんな、レオン。もうちょっとあそこ、取り損ねたエクスパンションとか、うん、強固体の犬、そうやな、もうずいぶん、えらい引きずっとるがな、ほんまや、レオン。こんな、そうやん、やってこれ、よかった、もうやり残したもうクエストをさ、まあ、戻ると思わへんやんな、うん、流れとって。そうよ。あれがあるから、今回の強固体に戻っていけた。まあ、えらい、もう、ずり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 引きずっとるわ。なんか、ガーガー言ってるな。こっちだよって言ってくれてる、ほら。さっさとおいでこっちだよって書いてる。なんか書いてんな。ルック。ルックアライブ。な、どういう意味？生きてみよう。生きてみろ。生き残ってみろ。生きることを見ろ。生きるということは見ることだ。え？カラス、ここで撃ったんやんか。見た今。ここにワープした。これじゃん。見ろって。俺を見ろって。ちょ、この、こう撃ったら、これピュッていくから、それを見ろっていうことやったんじゃん。生きているように見える。ルッカライブ、うん、生きているように見える。え、どういう意味？よく意味、スラング。あ、スラングなんや。ぼやぼやするな、しっかりしろ、早くしろ、目を覚ませ、みたいな意味。あれ、なんか俺武器あっ、聞いてる、目を覚ませって、うん、ああ、目を覚ませって、おじちゃんが。いいんやねん、おるんかよ。ちゃんと準備させてくれるよ。ほんまに。ちょっと待ってや。目を覚ませみたいな意味だ。さっきあそこでさ、おい、レオン、もうちょ、その先で決戦や、みたいな。待ってるぞ、みたいな。え、武器商人さん。準備、え、だから、この人の横通ってって、レオン来るから、準備させたってな、マジかよ。あ、なんだよ。いいやつじゃねえか。いいやつじゃねえかよ。金塊大。よし、これは撃って。A deal well struck. Got a selection of good things on sale. どうしよう。9万貯まってきたけど。何をあげようか。Choose a weapon. Choose a weapon. クリティカル率が5倍にアップする。限定仕様にする？マグナム？いや、まだ何のためにあれしたんかわからんけど、こうなってくると。どうしよう、 2.7 とかにしとく。これでも 2.7 にして、これでも 1.5 になったら強いよな。ハンドガンで 5.4 やろ。ライフルぐらい強くなるやん。うん、いや、威力がだ、10万いるから。いや、それでも 4.8 だとでかいよな。じゃあ 1.5 か。1.5 か。え、1.5 でもでかない？うん。3.6 やとでも。ああ、そんな。4.05。いや、もういいや。え、やらへんのかい？うん、金貯めとくわ。出たこと高いやん。え、今回チャプター長ない？長すぎ、長すぎ。だからライトアップされてる。ほんまや、届かんかな。さあ、よいしょ。そう、待ちわびたぞ、新兵。おう、あの娘を助けに行くのか。いや、そうだ、行こうかなって思った。
お前らしい、なんとも甘っちょろい判断だ。駅でここを通れるとでも考えていたか。思った通り浅はかなやつだ。お前には誰も救えん。誰一人だ。黙れ、クラウザ。あんな奴らと組んだところで何も変えられない。目的は何だ？政府への復讐か？そんなこと誰も望んでない。復讐？俺がこんなことをしている理由は復讐のためだぞ。ルワートでも言うのか？俺はあの密林で天の啓示を得た。見てみるとワッペン可愛いだろ。この世界で何よりの重要なのは純粋で圧倒的なパワーだとな。力こそパワーだ。相談はそれを与えてくれる。昔から嫌な奴だったが、少なくとも以前のあんたは誇りを持ち合わせてた。今じゃこのザマか。思い出話はここまで。はじめよ、最後の教練だ。武器使うなんて聞いてないぞ。おしり心配。やるしかないのか。わお、上級生に持ち込みでよろしいの？どうしたらええ？バー！これは何をどうしたんやろ？倒すんかな？ぬすぎか。アウチ！痛い！何投げた？お、何投げてきた？ほら、パリー！おう！来ないならこっちが行くぞって言えよ、待てよ。ん？どこでどこ？おお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 しぐんのあいつどういった？ずいぶんことだ。あ、逃げたん？おい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 、ダメージを食らうぞやな、お前ほんまに。で、下にほら、あるやん、なんかマーク書いてる。あ、これどうかな？ああ、ほんまや。あ、これでも。あ、バカなことは。ラッキー。そやな。開いてる開いてる。まあ、わざわざ開けてくれねえよ、これがあるんすんで。そろそやろ。でもこれ取ってるマークやん、これ。でも俺のマークだよ。これがここだよ。ちょっと待って、これ。あ、ちょうな。時間制限あるんかと思った。あ、ハーブがある。そうやな、ちょっとなんか秋っぽかったな、あいつ。あ、でも向こう、あ、向こうから行くんかな、じゃあ。おお、かっこいい。ワンあるわ、つってな、分かってるからなんて。そうやん。え、まだやんの？ジャングルを思い出せ、ジャングルを思い出せ。
That was the first thing you taught me. 直感を信じろ。で、口癖だった。レオも言ってたんや。Turn this place into one big trap. I can't fight him on his own. Oh, yatsu, you're the one. Mad Mori, don't go away. Ah, bibitta. So na. Zuru. Oh, leave it. Oh. でもこれ行かれへんよな。これ無理よな。これ当たるよな。これ当たるよな。ジャンプもできひんよな。指した。これ打てばよかったんじゃん。引っ掛けようとするんじゃなくて。おい、ここにあれやんけ。これは見逃さへんぞ、俺は。お、マジか。なんなん、あいつ。何なんか言うてる。これ何、こっちから出てないな。こっちから出てるから、あ、おおおお、そうなんや。蜂の巣にされちまうぜ。いたいたいた、待ってくれ。くそ、こういう風な進み方か。こんなんせこいわ。こんなめっちゃ探してる。こっちは別に行かんでいいのじゃ。ん？あ、向こっかから？待って、なんかあそこに見えへん。違う違う、これ、あ、レッドハーブかな。クラウザーの頭かと思って。クラウザーの頭じゃないけど、クラウザーの頭かと思った。え、マジでレッドハーブじゃない、これ。クラウザーの頭かなと思って、あそこからもしかして狙えるやんと思って。 I'm no stranger to covert tactics, remember?俺の専門は、やじのギラゼンだ。思い出してよ、クソ。え、夜遅う。夜襲とギラゼンだ。見てる、見てる。見ろ、なんかこれ、あれやな、インしてみるで見たことあるな、これ。なあ。ていうか、これあれやな、あいつクラウド、これ準備したんやな、全部。このために。いや、お前が声かけたからやって。ほんまにゲリラ戦得意やったんか、お前。そんな声。あー、レオの写真ずっとあれやもんな。そうか、そうか。俺、ドアベン、ほら。レオンと何やしたいわけなんやな。なるほどな。なんで赤、なんでハーブ赤いばっかりやね。それどっちか黄色やったらよかった。
何作っとこう、ショットガン作っとこうか。ああでもあれか、クラフトボーナスがないから、これいいか。なあ、おい、どっから狙ってる？いや、それはな、こっちのセリフやぞ、お前。でもなんか狙いそうやけどな。お、ナイスハーブ。ここまで合格だって、勲章受け取れっつって。あいつ声かけへんとさ、戦ってればさ、そうやん、黙っとけよね。ほんまにゲリラ戦が野手が得意なんかっていうな。よし、ショットガンの一応使ってこれか。おい、介護士、準備。だだ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 だ。あとてない。人が落とされそう。うわ、なんかあるもある。ビーム。うわ、ちゃんと避けてきてる。パリー待ち、パリー待ち。お、すごい、脱出じゃん。ナイス。落とされる、落とされる。だだだだ。まで俺に勝てんやで。あ、撃ちちゃう？ really、なあ、だだだ。I take that as a compliment. Kide! Kide! You
いて後ろからそのプチュッてやんのやめてくれ。いたたたたたたおい邪気っつってこんなん言わないけど。なんか、本が何？なかなかやるな。もう手を引け、クラウゾー。言ったはずだ。何度も何度もだ。俺の帽子を取らせたのはお貴様が初めてだ。服を脱がせたのもな。ああ変身した。おお 100% 中の 100%。 そんな覚悟で欲しいものは手に入れられん。なあ、お前とお前の覚悟の違い分かってる。心配トグロみたいなこと言うな。わお、なあ、いやー、いった痛い。覚悟の違いを見せられちゃった。さあ終わらせよう教練を。まだ続くの？長っ。力こそパワー。おい、血の落ちない、クラウザー。そんなやつじゃないと思ってたわ、お前は。そうや。いたたた、ショートナイフとか。いたたた。どこにおる？見えへん、見えへん。見えへん、見えへん。どこにおる？なになに？くっそー。あんたも立派な信者ってわけだ。はっはっ。カメラどうでもいい、力こそパワーだ。それしか言わへん。あれだったところどうでやもん。力こそパワー得た。うん。じゃあねんで、このさ、見えへんくしてさ、お前ずるいと思わんのかって。いやいや、分かってるけどさ。いや、分かってるけどな、襲われたら戦おうやろ。うまや。で、赤い箱が、箱に。ん？何や？うん、そうやな。もうめっちゃ登っている。お！あ、シッ！ああ、おお、クソ！そんなずるいことするなんて卑怯だぞ。マジか。まだ逃がしません。さあ、最後のレッスンを始めるとしよう。おい！レッスン1。リピートアフターミー。いや、今度あんたが教わる番だ。大した自信だな。かかってこい、シンペ。クラウザを倒す。来たね、ついに。カーボン！イエーイ。ちなみにさ、きれい。ちなみにさ、これ英語でやってるけどさ、日本語やとさ、あの射的のやつあるやん、あれビギンって言うやんか。え、うん、3、2、1。めっちゃ食らってる。アーマーが切れてんねん。
the missions finished. You just said the same ones. You need to stop living in the past. あれかな、はじめって日本語やったな。初めってなんだよ。3、2、1、はじめって。I knew was dead and gone. Dead? No. 痛え。肉を切らせて骨を断つ。なんか。ちょっと待って。痛え。ちょっと待ってくれ。ねえよ、回復は。ハブや。来た。なんかな、当てれる気がせんのよ。すごいな。どこをどう、どこをどう狙えばいいのかなあ。そうやな、ガード。はあ、聞いてないもん。うん、全て無意味な状況。これメレーせんとさ、階段をはしごを登る。聞いてメレーの時にさ、あのハンドガンじゃなくてあのマグナ持ち込んでるかな。隠しとこうか。おお、えなんか来る。わお、おお、なんかすごいかっこいいこと、その逆でもうなんか話してるけど、ちょっと集中できんわ。ごめんな、日本語やったら多分あの耳に入ってきてんねやろうけど、英語でやってしまってるもんやから。痛い。あれ構えてるうちに目で終わるんだ。いや、なんか反応っていうか出てた。うん、消すんだよ。ほら、いた、危険だ。ああ。2時間やね。ほら、パリできるって書いてる。突進攻撃。一瞬過ぎてできてるってこと？かな。連打してたらいけるはずやねんけどな。よっしゃ、行くぜ。いて。そう、集中力はもう2時間やってるから、もう集中力がねえわ。おれ、ハリーをしっかりして。これはできひんねん、これ捕まれてるから多分できひんねんな。
さあ突進してこい。これいける。え、嘘。Until the mission's finished, you'd have said the same once. やろ。You. いた。くそ。あ、ないない。なんかいた。やめてくれ。よし。今の。狩りをしようと思ったらできるのか。ナイフないやん。これできるのか。レッドかよ。ああもう集中力だ。やられた。おマグナムもゲット。違う違う、飛び降りさせてくれ。行って。降りて降りて、なんで降りてんの。こうして当たってるよな。当たってるやろ。攻撃の時はちょっとね、頑張って。だから回避をしてからができるから、そん時にこれで来る。ちょっと待って。で、遅すぎるって言われたら押すの。クローザーなんガード、ガードしてるのせこいねんて。いただこれ丸ボタン出てこんでもさ、ちょっとしてあれ、どうぞ、むかつく。目でできてる、ジュリーって私が来んのな。獲得者使用安らかに。はあ、マグナム8発も打ち込んだよ。どうだマグナムの威力。俺の腕じゃないぞ、マグナムの力だぞ。やれ、
捨ててもらうな。このナイフで。あ、俺はそんな悪党なのか。すまない。すまないな。それでいい。ダメだ。できない。俺にはできない。ああ、やっちゃった。やっちゃった。できないつもりだったのにやっちゃった。いい顔になったな、レオン。大好きだぞ。ああ、ごめん、そんなつもりじゃなかったんだけど。そんなつもりやろ。 That you did, Major。 やりきるさ、そう、少佐。口が震えてる。何があっても。泣いてるやん。ファイティングナイフ。いやあ、足弱いやんけど、もう満身創痍やねんけど。いやー、ファイティングナイフっていうのは、あ、戦闘用に特化し、切り味を耐久する高い威力で。なるほど。これか。血だらけやな。やれって言ってたからごめんな。やるわな。ごめんな。何もないものだって。ほんまやわ。あ、銃は撃たれへん。宝石的なやつは。マグナム使ったからじゃん。いや、ナイフ落としてくれやん。なんかナイフくれたってことやろ。うん。すごいわ、見て。銃は噛められへんねん、ほら。うん、だけど、ナイフは全然いける、ほら。ザクザク。あ、獣だと思われてんの。し。やばいよ、回復がねえよ。お、もう疲れちゃったよ。クラウザー少佐、ありがとう。頑張るよ、僕。動き出すとこないよな、あれ。レオンやろ。うわぁ、長かった。終わった。ガンパウダー、頑張った。ガンパウダー。いやー疲れた。カゴとの決別。カゴとの決別って言っちゃった。出てきてるやん、カゴとの決別。死を安らかに、貫通の奥義。あ、一発の弾丸で射的の的を5枚貫通させて壊すというのが出てる。ラッキー。うわぁ、4時間。ああ、そうかそうか、あれしてたからや。そうです、射的してたからやな。あー疲れた。はい、ということでね、ちょっとね、クラウザーっぽいなーっていうしゃがれた声出してたら、なんかね、喉が痛くなってきたんで、これで終わりたいなと思います。チャプター14ですね。あ、15、16?いやー、かなりきつかったですね。2時間やった後に最後、クラウザーとのバトル、なかなかね、ちょっと集中力が切れてね、ああ、もう最後、マグナム頼みということでね、マグナム、今後ね、大丈夫かな、持つかなっていう、そんなところでね、今回終わりたいなと思います。ああ、疲れた。ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の、バイオハザード RE4。で、会いましょう。バイバイよ。